見つけた健康妙高。平成25年3月に妙高市で初めてとなる妙高市歯科保険計画を策定しました。生涯にわたり歯や口腔の健康づくりを行い、虫歯や歯周病予防、生活習慣病予防につなげることを目的とした、今年度から平成34年度までの10年間の計画です。歯や口腔の健康づくりは単に虫歯がないという考え方から、歯や歯茎を支えている骨などの周りの組織に炎症が現れる歯周病の予防、歯がなくなることを防ぐことなどが生活習慣病予防や全身の健康づくりにつながるという考えに変わってきています。妙高市でもこの考え方をもとに、歯で作る体の健康豊かな生活を目標に、各年代に合わせた取り組みを定めています。妙高市では永久歯の虫歯は 0.15 本と全国の 1.2 本、県の 0.68 本と比べて非常に少なく良い状況です。しかし35歳から60歳までの5歳ごとの成人歯周疾患検診では 44.3% の人が歯周病の治療が必要との結果となっています。歯や口腔の健康維持は日頃のお手入れが大切です。市の検診への参加やかかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科検診を受けるなど、80歳になっても20本以上の歯を持つことを目指し、歯や口腔の健康維持に努めましょう。ここで日頃のお手入れで大切である歯の磨き方についてご紹介します。歯磨きの方法としては、スクラッピング法とバス法があります。まずスクラッピング法についてご説明します。これは毛先を歯に直角に当て、小刻みに前後に動かしながら磨く方法です。右利きの場合、左下の奥から磨きましょう。歯ブラシは毛先が直角になるように歯に当てます。1本の歯に対して10から15回くらいで歯1本ずつ磨くように動かします。この時に慌てて歯をまとめて 2,3 本分一気に動かさないよう注意してください。奥から 3,4 番目の歯になると歯が小さくなるので磨きにくいですが、丁寧に磨きましょう。次に糸切り歯から前歯にかけて磨きます。左半分まで磨けたら歯ブラシをこのように持ち替えます。また直角に歯ブラシを当ててください。糸切り歯より奥歯は磨きにくくなりますが、頑張りましょう。奥まで磨き終わったら、次に左下の内側に移ります。外側は直角に磨けますが、内側になると舌があるため歯ブラシは斜めに入れて磨きましょう。奥歯の内側は磨きにくいですが、丁寧に磨いてください。糸切り歯まで来たら、次に歯ブラシを立て、そのまま歯ブラシを動かし右の糸切り歯まで磨きます。その後は先ほどのように歯ブラシを斜めに入れます。仕上げに噛む面を磨いていきます。下の歯が終わったら上の歯も同様に磨いてください。次はバス法について説明します。これは歯周病予防と治療に効果的な磨き方で、歯と歯茎の間に歯ブラシを入れ込むように細かく小刻みに振動させて磨く方法です。まず歯ブラシを45度に傾け、歯と歯茎の間に軽く差し込みます。この時歯ブラシを深く差し込み、強く 2,3 本まとめて磨かないよう注意しましょう。スクラッピング法と同様、1本につき10から15回ずつ丁寧に磨いてください。すでに歯槽膿漏のある方は歯茎から血が出やすいですが、1週間くらい続けることで歯茎が引き締まって血が出なくなりますので、ぜひ頑張って続けてください。
バス法の場合も下の奥歯から磨きますが、磨きにくい場合は左手で頬を引っ張って磨くと磨きやすくなります。奥歯も歯ブラシを45度に当て1本ずつゆっくり磨きましょう。きちんと磨けているか、ぜひ鏡の前で歯ブラシの角度を自己チェックしていただくとより効果的です。糸切り歯まで来たら歯ブラシをこのように持ち替え奥で磨いていきます。奥歯の内側は歯ブラシの毛先か根元を使って磨くようにします。歯と歯の間にも歯ブラシを差し込むように入れて磨くと磨き残しがなくきれいに磨けます。糸切り歯まで磨いたら歯ブラシを立てて歯ブラシの根元か毛先を使って歯と歯茎の間に差し込みながら磨きます。最後に歯ブラシの根元を歯茎に当てて舌からかき出すように磨くと汚れがすべて外に出ていきます。右の奥歯も同様に歯ブラシの毛先を使って磨きます。下の歯が終わったら上の歯も同様に行います。1日3回の歯磨きのうち夜寝る前の1回で結構ですので、この2つの方法でゆっくり丁寧に歯磨きしてください。これは子どもの仕上げ磨きにもおすすめですので、ぜひ親子で楽しく習慣づけて行いましょう。元気生き生き健康条例第2次健やかライフプラン21歯科保険計画に基づく各種健康づくり事業がスタートし、7月には総合体育館が完成します。市では平成25年度を健康元年として、各課で健康に関するさまざまな取り組みを行います。今後の妙高チャンネルでご紹介しますので、楽しみにしていてください。